はい、おはようございます。やあみんな、日向だよ。日向です。今日も一人で頑張っていきたいと思います。はい、そうなんですよ。僕日向です。僕が日向です。ジェントリー東京の突っ込ませていただきます。2丁目、2丁目じゃないです。歌舞伎町です。どんだけー。クリス先生っていう名前になりました。男です。アホもじゃないです。日向さん、本物の日向さんは、ちょっと今頑張ってますね。はい。めっちゃゲイっぽいですか？どうも。一個一個コメントをこう読んでいくっていう、この斬新なシステムをしていますね。すごいホモっぽいですか？ちょっとよくやれます。はい。好きな男性のタイプですか？ 好きな男性のタイプは、どうですかね？料理ができる人とかですかね？やっぱり料理できる人は、素敵ですよね。ウェイ！ そうですね。イクメン男、い、あの、そうですね。子供が好きな人に悪い人はいないと思うんですよ、やっぱり。立ち猫。犬ですかね。僕、猫嫌いなんで、犬派ですね。立ちか猫かって言ったら、犬派です。男大、いや、男、まあ、なんて言うんですか、男の人は好きですよ、やっぱり。でも、芸能人の人とかいるじゃないですか。阿部寛さんとか。そういう、男性から見て、この人かっこいいなっていう、そういう好きはありますけど。日向さんとルイさん、どっちが好きかっていう、そういう、意地悪な質問をしますか？え？ですね。正直に、いや、どうしようかな。ちょうど背景もね、ルイさんとひなつさんが隣にいるんですよ。だからもう、究極の質問ですよね。ひなたさんでお願いします。男と女どっちが好き？女性が好きです。男性のどういう仕草にキュンとくるかですけど。まあ、汗をかいてるのをこう拭うときですかね。あとは、この次、このすぐ次の質問が、掘られたい、それとも掘りたい。え？掘られたい、それとも掘られたい。いや、どっちも掘られるんかーい。 いや、掘りたい、掘られたいじゃないですか。掘られたい、それとも、え？あと3分？あと3分？男が好きだから、ホスト。いや、そういう、っていうことにしときましょう。ルイさんって言っておいた方が、じゃあ、ルイさんって言っておきます。浮気症。そうなんですよ。プレイ、この背景の中で、渚さんがクレイジーですよね。で、
ルイさんが、プロデューサーという形で、で、あと、まあ、あとは、そうですね、日向さんだけですね、ジェントリーの、プレイヤーの方は。ノブさんと時雄さんですか？あー、また意地悪な、もう、その、ノブさんでお願いします。ああ、ガチホモではないですね。はい。あ、でも、あ、この服がダメなのかな？この服がもしかしたら、その、ホモっていう、その、イメージにつながってるのかもしれないですね。日向さんとは、やってないですね。ちょっと、断られちゃいましたね。ビンタされちゃいました。うん。男性は年上、年下。やっぱ年上の方がいいですよね。うん。大人っぽい人が僕は好きなんで。あ、猫かイタチかですか。あ、タイトルコールがしてないですね。まあ、まだいいでしょう。多分大丈夫です。シンさんと、あ、シン、シン副社長と、ルイプロデューサーです。偉い方、あ、そういうことですか。いや、なんか、そうなるとまた違いますよね。その、好きか嫌いかっていうのは、その、偉い方を好きにしちゃうと、やっぱ、まあ、そういうのは僕、好きじゃないんで、やっぱり、うん。シンさんでお願いします。偉い方を選びましたね。ええー。世渡り上手にやっぱやっていかないといけないんで、この今の時代はやっぱり。はい。芸能人では、芸能人はトリンドルさんですね。トリンドルさんがタイプですね。やめなよ。気色ないよ。気色ないよ。あ、佐々木蔵之介さんかっこいいですよね。僕、はい。共感です。あ、なるほど。あ、一番いい質問が来ましたね。今日一番これが来るやろうなと思って、なんでホストしようと思ったか。やっぱりそうですよね。そういう質問になります。やっぱりガチホモなんで、やっぱそういうかっこいいホストさんがいる。ところで、働いてれば、ま、って思って、やっぱホストを始めました。ってことにしておきましょう。ええ。あ、新副社長とユージ社長ですか？そしたら ユージ社長でお願いします。抱かれるなら誰がいい？ああ、なるほど。抱かれるなら、どういう、地球上の全部を、ああ、ですね、あ、新副社長には、抱きたい、抱かれたい、抱かれたいですね。あ、新副社長は、大きいんですか？あら。あら。なるほど。ありがとうございます。そうなんですよ。ちょっと、まだなんですよね。いや、今、向かってるんですけど、やっぱりなんて言うんですかね。
そんなあのすぐには来れないんですよ、やっぱり。あの、オープニング、オープニング行っていいんですか、これ。あ、行きましょう。そうしましたら、こんな多分遅いオープニングは多分ないと思うんですけど、で今からオープニングしますね。はい。オープニングしますねって言って、今日も行ってみよう、ジェントリー東京の突っ込ませていただきます。はい、どうも。ですね、でも果たして、彼は、放送に間に合うことができたのかという、そういうことですよね。バスローブではないですよ。っていうのだけ言ってきます。あ、バスローブエロいですよね、やっぱり。まあ、ガチホモ目線で言ったら、やっぱりあのなんか、はい、いいですよね。ほんまにひなさん遅いですわ。やっと、やっとですね。やっとあの主役が来ましたよ。バスローブだろって何なの？めっちゃ詰められてるやん。あの、しっかりつなぎました。つなげてましたよね、僕。ひなた、クリスが抱きたいって言ってますわ。絶対嫌やな。何がどうあれ嫌やな。なんかあの、意地悪質問を結構あのされたんですよね。あの、あ、順番に、あ、順番、あ、こうだね、この順番。何喋ります？なんて？全然俺2分ぐらい前に起きたばっかやから、めっちゃ眠たい。めっちゃノブさんに叩き起こされた。僕ノブさんに鬼電しましたもん。なんか知らんけどノブさんから着信があった。ずっと同じ空間におるはずやのに、全く意味が、この電話ほんまになったやろ。ほんまに分からへんかった俺。あの、一人で僕あの出るの初めてで、あの、緊張してたんですよ。本当に緊張してて、3人じゃないです。2人来てくれて、嬉しいです。あの、選手、あれやもんな。めっちゃ生き生きしてたもんな。選手は、はい、生き生き。やっぱ生き生きした方がいいですね。日向さんがいない時だけ、もうゴリゴリネタやってますよ。の、いや、そういう、あ、そういうことはしないんですよ。あの、たまたまそういう時におられなかったという、そういう感じです。お茶飲みます？大丈夫。はい。あと何分ですか？いや、終わる時間を気にするんじゃないよ、あんたも。あと何分って、そんな終わる時間を気にしちゃダメ。うん、ダメ。がっつり喋りますか？がっつり喋りましょう、やっぱり。うん、やっぱりね、うん、まあ、やっとね。ホテルのバスローブダメだよ。高いホテルのバスローブにしようかな。高いホテルで行きましょう、そしたら。はい。で、一旦ね、一旦行きましょう、一旦ね、一旦 CM です。
1870. No one is safe here. We're all in danger. The back corridor. I see a stranger. Robbing a ransack. I see a walker. Lock your doors now. I hear a knocking. はいどうも CM 開けましたよ、ええねこのあのやる気のない拍手、うん、いいやばくない本当にディスるやんあの、はい、あ、稲田さんはもう今バッチリ目覚めてもういいですグッドモーニンググッドモーニングーグーあ、もう、あ、もう、はい何する何しましょう、やっぱ、今日あ、12月になったじゃないですか、やっぱりその皆さんは楽しそうなホモってやばいなありがとうございます確かにぽいもんなさっきひなさんとしんさんをどっちにどっちとやるかみたいな、うん、でゴリゴリクリスはしんさんって言いましたひなさんを笑顔でキルしてましたえ、まあ、えどっちとやるかってこと、うん、あ、違うどっちが好きなのどっちっていうもっとやる今完全に俺のこと嫌いって言うから違う、お前ルイルイさんとひなつさんどっちが好きっていうのを最初にで、やっぱ意地悪な質問をしてきますねってなってで、どうせルイどっちって言ったの僕ひなつさんって答えたんですよ言ったかで、その答えた後にコメント見たんですよさっき来てたコメント見てやっぱルイさんの方が偉いから偉い方を選ぶんだろうなっていう最後にシンさんって言ったの何別にうん、選ばれんでもええけどな別に嬉しないしまあクリスに選ばれてもっていうことはありますけどね、うん、ええーま、世界一興味ない質問はねええー、そうまあ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 そうですね、うん、ええほぼな僕ですか、うん、いや僕真剣に男とやれるかやれないかやれるですかねやれるですよね多分本当にだよ本当にえなんか、ね、猫かタチかっていうこのなんか質問があったじゃあやれるかやれないかやれるやっぱクリスにやれないものことってないですよ、ね、やったことあるかないかやったことあるかないかないですよじゃあ今日するかせんかやろこの二択攻めはちょっとクリスちょっと弱いですね。このどっちにするかっていうのはやっぱり。今日ノールとするかせんかな。ちゃうぞー。やっぱちゃうぞー。やっぱホモっていうのはバスローブに惹かれますから。まあでも12月やしな。お前、バスローブ言うな。12月やし、やっぱな、人肌寂しい季節っても言うやん。そうですね、人肌寂しい。まあ、今日これを機にね、はい、2人が、まあ、そういう関係、なるのも、まあ、ありかなとはい、まあ、これで本当にじゃあ、まあ、ニコ生でこの番組をきっかけに、はい、新しいキャラが確立されるかもしれないんでやっぱ喜んでもらえるんだったらやりますわそしたら、まあ、だからまあ一回まあ一回注意しといたらほんまにこれジェントリーのちょっとうがいしてもいい一回注意しといた方がいい喋り出そう思ったらほんまに注意したらとかもう言い出すやんそれは待ってなこんなクソ寒いのに半袖やんでバスローブやろバスローブなんかちょっといい感じやんはい風呂上がりのやつみたいなバスローブと半袖やっぱそのやっぱ個性がやっぱ大事なんですよねやっぱみんな同じような服装でもつまんないんですよいやもうチューしたいあっしゃるやんどっちクリスは僕はチューは
好きじゃないんですよ、やっぱり。何が好きなの？お前すごいこと言ったら今。いや違います違います、そういうことじゃないです。そういうあのちょっとガチで行くみたいなみたいな顔するか。いやもうするか。いやあそうかそうか、そういうそういうね、クリス下入れたらダメだからなって、そのクリスはそのダメだよって言われたことを絶対やっちゃうっていう習性があるんですよ。それを理解してくれてる人からのコメントですよね。あのその習性を止めるよ。じゃあその習性をやっぱりあのよくない、止める止める、よく止める止める止める、ここで止める、クリス、ここで止める。そうです、なんか大体わかります。大体なんかありがとうございますなんか。ね、ちゃんと見てくださってて、もう嬉しい。嬉しいだけ。嬉しいだけ。先週さ、あんだけ滑ったネタをここでやる。やるよ。何回でも繰り返すよ。やっぱ、そうそうそう。やっぱ繰り返していくんだよ、あの人が。ひなさん、一言を。すぐだけ。あの、皆さんほんまに、ひなつさんほんまに今、ね、に寝てるかと思いました。こうやってうつ、ね、うつむかれちゃったのに。下に。これで注意してなるんじゃないですか。いや、だから、まあ、俺が、もう目を覚ますのも、その衝撃的な、やっぱ刺激がないと何でもね、ダメやから。あら、まあ、そういう映画を見た方が、俺は、まあ、二人のためでもあるし、俺のためでもあるかなと思うから。これは、一回それ見て、まあ、一回ちょっと、頭の中を整理したい。じゃあ今刺激があるって言われたわけじゃん。一、はい、人でやってもいいし二人でやっていいわけじゃん。一、うん、人でやってもいいわけじゃん。一人でやってもいい。任せる。刺激を。刺激。ひなた起こしてあげて言われてる。あ、じゃあ僕の必殺技、僕のこれやったら絶対ひなたさん起きるっていう。じゃあ今ひなたさん、ねね、仮に、ね、寝てるとしますね。じゃあ僕は必殺技で、もうすごいです。これはもうすごいですよ。僕、これやったら絶対起きるっていう、この必殺技があります。いきますよ。見ててください。俺さ、あんま殺すよ。あ、大丈夫です。ほんまに。絶対。大丈夫です。はい。いつもの、いつも、あの、必殺技の起こし方っていうので、ほんまに刺激が、本当に。あ、やっぱりあの、やばい。時間が時間なんで、やっぱ刺激はダメなんですよ。やっぱり、時間がそうなんですよ。あの、時間が、やっぱり。そんな。はい。はい。いきます。刺激を求めましょう、皆さん。ひなたさん、ひなたさん、3時15分です。起きてください。って、これ必殺技。あ、なんか、コメントはちょっと見にくいんですけど、ちょっと、クリスはできる子やからさっていうコメントだけが見えるんですけど、あの、僕はやっぱできる子なんですよ。あの、はい。これだから、ホモ嫌いね。いや、僕、ホモじゃない僕、ホモじゃないそもそも、ホモじゃないマジで、はい、今見てくれてる子は、はい、ひなさんが起きてるところを見たいね。シンプルに。じゃあね、あの、俺が起きてるとこじゃなくて、もう一回二人がもうチューしたら一回片付けじゃあ、それがダメですって、ほんまに。それで、一回、リセットしようやで、な、今なんか必殺だとかやってさ、ええ、わけのわからんことしてたやん。なんか幼稚園児でも笑わへんしゃんな。ええ、うん、まあ一回、まあどうよりも悪いし。じゃあいいですか。それはもう一回ノエルがやるか必殺技。あのでもあれなんですよ。やっぱあの。いや、人って一回なんか無理だっていうことを乗り越えると強くなるんですよ、やっぱり。僕もやっぱあのやっぱ、ね、逆境に強くなるんですよ。そうですよ、あの本当に、うん、それはキスに限ったことじゃなくて、うん、本当に自分ができないだろうなって思うこと、うん、一度本当にやってみるんですよ。じゃあお前できるってことやんな。じゃあやって。僕はキス、え、やって。ノエルと今からキスするってことやな。じゃあクリスが、僕はいいんですよ。クリスが、お前は、だ僕大好きです、はい、僕キス大好き、いけるやろ、はい、僕は、はい、大丈夫だろ。キス好き。じゃあそのじゃあキスするっていうのは仮にもじゃあ相手を説得せなあかんわけよ、はい、まあ口で言うなり、はい、どうするなり、まあ、目で
分からせるとかでもさ、はい、それはもう得意なわけやん絶対、はい、じゃあそれは分かりました。で、まあこいつも空気読まれへんわけじゃないからさ、僕はもうやっぱ、まあ、クリスはやっぱ空気を読んでなんぼなんで、あの空気を読めへんの多分あれが問われるとこやから、はい、まあ、そこはな、さすがにバスローブやし分かってると思うから、はい、で、まあ、クリスもまさに好きなわけやんか、はい、で、まあ、どうするんかなっていう。2個だけ突っ込んでいいですか？1個だけな？1個だけ究極の選択ですけど、うん、じゃあ突っ込みます、うん、じゃあクリスに僕か日向さんかどちらかを選んでもらいました。それは俺はだから選ばれてないから、いや白雪姫みたいになんかチューしたら起きるみたいなあるかもしれないじゃないですか。起きひん、なんだやっぱあのそのそれは、はい、それ俺がされるんじゃなくてそれを見な、目に刺激を与えなあかんから、唇にその刺激与えられても、はい、無理寝る、はい、でやっぱ白雪姫はやっぱ違うんです、そういう特殊な人なんで、やっぱりあの人間キスで起きるわけがないんですよ。でもあの白雪さんはやっぱりあの一回じゃあちょっとノエルをちょっと唇に黙らして、ちょっと待ってよおかしないあのほんまに切れとる時のトーンやん、これ一回この喋り方も、もうもう黙らして唇絶対ノエル選ぶ、そんなコメント拾わんでいいから。そうですね、やっぱり、うん、ええ、まああのそうですね、ノエルはキスをするかしないか、これがやっぱりあのね、あの今後やっぱ大事になってくる。ほんまに？ほんまに。似てないやんけー、似てないやんけー、目に刺激を与えなきゃいけないけど、その刺激を与えなきゃいけないときにこう下向いとるやんけー。やったの？コメント見たら多分その下してかしてないか。じゃあやってへんの？一番さ嫌いなのがさ、そんなさ逆にやれ。じゃあ待ってください、そんなしれっとするんはガチすぎるやろやってないよっていうコメントが一番ひどいじゃないですか。なあ、なんか希少、また来週でもなく溜まり込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。